いきます。はい、ドライブが初めて、はい、結構最近地元ちょくちょく帰ってきてますか？そうです、11月はこっちにいる方の方が多かったんですけど、まあでもなかなかあれです、こんなゆっくりというかゆっくりでもないですけど、岡山に長くいたことが久しぶりで、大学入ってからもなかったんで、うん、岡山に帰ってきたっていう感じはありますね。なるほど。地元帰ってくるとやっぱいいなと思いますか、のんびり？いや、まあゆっくりはできますけど、うん、特に、まあ、あんま遊びに行くことも特にないですし、あとほんとまあ母校に練習行かしてもらったりとか、まあのんびりした時間を過ごすっていうのが岡山でのいつもの日課になるんですけど、うん、まあ、でも実家に犬とかがいるんでなかなか帰ってこれなくお世話できない分、何気なく一緒にいるのが幸せな時間かなと僕は思います。犬、上松選手は何歳ぐらいの時に飼い始めたんですか？僕がすごい犬が好きで、前中2年中学校2年生の時に親にどうしても犬を飼ってほしいとお願いをして、うん、ただ全中を優勝したら飼ってくれるっていう約束になって、うん、それで優勝して、ハードル高っ、はい、ハードル高かったんですけど、全中優勝したらワンちゃんって、はい、で県大会とかじゃないですよ、全中優勝、全国大会で優勝しないとダメだって言って、まあそんな、まあ、結構僕も当時から中学校2年生のアンダーとか入ってて、はい、しかも私立の中学校行ってたんで夜まで練習とかで、自分でお世話できないでしょっていうのがあって、うん、いやでもどうしても欲しいってんで、じゃあちょっと優勝、全国大会優勝したら買ってほしいっていうお願いをして、ですると優勝してしまったんで、うん、その時のあれですかね、もうすぐ冬場にはもう買いに行ってというか、自分で、何犬ですか？柴と豆柴のかけてるんで、大きくならない柴犬なんですけど、むっちゃ可愛いです、黒なんですけど、本当生まれて数週間で、そのペットショップじゃなくてブリーダーさんのところに行って、うん、2匹いたんですよ、うん、どっちも生まれてどっちがいいか選んでいいよっていうのを、でも僕中学校2年生だったんですけど、うちも可愛かったんですけど、今の飼ってる方へ何かちょっとなんか懐っこかったか分かんないですけど、それで選んで、へえ、可愛いですよね、すごい。でも犬僕がペットが、ペットっていうか動物が好きなんで、うん、猫も好きだし犬も好きだしっていうので、なんかまあ動物を大切にすることが、まあ人を優しくするってわけではないですけど、うん、なんか言葉は全然分かり合えないですけど、なんか本当そういう一緒にベッドの上で寝たりとかするんで、可愛いんですよ。僕がやっぱなかなか帰ってこれなかって久々に帰ってきて1週間いて、うん、また東京に戻ると、僕が寝てたベッドに気づいたら夜移動して寝てるらしい、でそういうなんかそういうちょっとツンデレなとこもあったりとかして、すごい可愛いんですけど、それ母親とかお姉ちゃんから写真送られてきて、あのこうだ、こういう風に寝てたよって言われるんですけど、そういうのも愛くるしいなと思いながら、だから早く飼いたいなってのはたまに思いますね、やっぱり犬に会いたいなみたいな、いや思いますね、今は特に大会でなかなか連れてこれない有観客じゃないんで、うん、それで来れないんですけど、それでも来れる時が連れてきてくれたりして、駐車場で会ったりとかして、じゃあ結構来てますね。大学1年生の時のインカレも石川まで見に来て、結構いろんな、長崎国体の長崎も、高校の時の長崎の国体も来てますし、うん、いろいろ本当結構車乗ってのドライブ全然平気な犬らしくて、ワンちゃんによってはね、酔っちゃってダメな、はい、犬もいますよね。全然酔わずに、あの特等席の助手席で寝たりしてるんで、あれなんですけど、
でも自分が家族持った時も犬は飼いたいなって思います。癒されます、うん、帰ってきた時に尻尾振ってお出迎えしてくれるんですけど、可愛くて仕方ないですね。実家に帰った時はワンちゃんに癒されて、癒されます。名前はちなみに何て言うんですか？アンちゃんっていう、アンちゃんメスなんですけど、結構顔がキリッとはしてるんで、うん、結構このオスとか男の子と間違えられることあるんですけど、うん、女の子で結構可愛い綺麗な顔してるんで、ちょっとイケメン風なんですけど、女の子と、はい、なんかもうだいぶ今回岡山寒くなってきましたけど、はい、社会人、学生卒業して社会人になった、まあ、人生でいうと大きい転換期だったと思うんですけど、改めて振り返ってみてどうでした？いや、やっぱり大会が少しはできたんですけど、うん、なかなか思うように大会がなくて悲しかったなとは思うんですけど、うん、それでもまあ東日本選手権や7月一発目の男子選抜とかを優勝はできて、まあなんか1年振り返ってまあ出た大会はタイトルは取れたからやれることはやったのかなと思いますけど、やっぱりどうしても全日本選手権とか全日本シングルスで丸2年空いてるんで、ちょっとそこがやれなかったのはちょっと悔しいなと、やっぱり言われるんですけど、2連覇して全日本選手権は2連覇してて、早田さんとかに2連覇してて、でこの、まあ、全盛期ってわけではないんですけど、一番今勝ててるシーズンで丸2年空くのは痛いよねと結構言われるんですけど、まあ仕方ないことだし、まあ、僕としてはまだ今がピークというか最高潮な部分ではないとは思ってるんで、これから成長したところで2年越しとか相手でもタイトルを取れれば、その分の間2年も結局強かったんだねって言われると思うんで、そういうような、なんかまた来年以降な年にしたいなとは、もう来年を見据えてやってますから、ね、うん、年明けからは試合はありそうなんですかね？年明けはそうです、1月は、東京インドアがあったりとか、うん、ナショナルチームの活動にはなるんですけど、その全日本インドアの代わりの大会があったりとか、2月末にヨネックスさんの札幌インドアがあったりとかして、まあ、3月はもういろいろ予選会だとか、そういうちょっとビッグな大会が入ってくるんで、そろそろもうちゃんとシーズンインにしてはちょっと早いかもしれないですけど、うん、それに向けての取り組みはやらなきゃいけない時期なのかなと思ってます、うん、なんかこう振り返ってみてでいいんですけど、はい、YouTube 見てる視聴者さんで高校生の方結構多いんですけど、はい、高校生の時のこう冬とかって、はい、なんかこうどういう練習してたとか、あ、なんか記憶にこう残ってるのありますか？やっぱり今の時期になってくると、高校の時は選抜がインドアの体育館の練習になってくるんで、はい、やっぱスマッシュの強化はもちろんしてましたし、うん、やっぱインドアなので一発で決まらないと苦しいっていうのは分かってたんで、スマッシュを一発で決めれるようなそのパワーをつけるのに結構トレーニングは、長距離を走ったりはしなかったんですけど、うん、短距離の走り込みだとか、まあ、腕立て腹筋とか、そういう基礎的な筋力をアップするようにはしてましたし、うん、やっぱインドアなんでどうしてもちょっと体に負荷がいつもよりかかるんで、その分故障しないようにストレッチとか入念なケアってのはやってました。やっぱ怪我すると時間が空くと、もったいない時間を過ごすのは嫌だったんで、そういうとこだけはちょっと気をつけて冬はやってましたね。うん、まあじゃあインドア対策ですね、はい、戦えると。そうです、やっぱり僕の時もそうですけど、やっぱ高校生でもダブル前衛ができるペアリングが結構いい、はい、他の高校でいたので、でもそういうのされると結構厄介だったりもして、そういう対策ももちろんしてますし、やっぱカットレシーブ、カットサーブを打つ方でもなんかいろいろ自分の技術の習得も頑張って、新しい技術の習得はできたらなっていう風な思いでいつもインドアシーズンをやってました。うん、
いや大学生の時はどうですか冬。大学のこの時期って結構もうリーグ戦終わった後ぐらいですよね。はい、なんでもどっちかというと大学生この時期ちょっとオフに近いというか、うん、結構もうオフモードだったんですけど、テニスはしないにしてもトレーニングルームに通ったりとか、うん、ひたすら基礎筋力アップですね、まあ、ウェイトトレーニングだとかそういうの、上半身下半身とかを1月12、1、2と大学生の時はやってましたね、うん、それで変に、まあ、めちゃめちゃ体を大きくしてもやっぱテニスに使えない部分があったりするっていう経験もしたので、程よく今はうまく利用しながらやるようにしてるんですけど、一時期は体重もすごい増えましたし、うん、体も大きくはなったんですけど、その分ラケットが振れなくなったりもしてちょっとマイナスなとこもあったりしたので、うん、そこだけは気をつけてやるようにするように今はしてます、ね、うん、やりすぎも良くないんだなっていうのは感じました。じゃあちょっとテニスの話題から離れるんですけど、はい、2021年なんかこう、はい、まあ、テニス以外の出来事でこう印象に残ってることが、なんか思い出になってることとかありますか。今までと変わったっていうのは、まあ、やっぱりこういう YouTube の撮影とか、うん、まあ、カタログの撮影とかテニス以外のそのこう例えば桃太郎ジーンズとかの撮影とかモデルを担当したっていうのが今までの人生ではない経験をしたのかなと僕は思ってるんですけど、うん、なかなか、まあ、ちょっとまあそれもスポンサーだからってスポーツと関係はしてはいるんですけど、なんかそういうことをやれると思ってなかったんで、そういうのができてなんかいい経験になってるなと思いますし、うん、学生の時と違ってお金の使える幅も増えたので、ネックレスなのかとかそういうちょっと自分をよく見せるためのものにお金をかけれるようになったのかなっていうのは思いますね。あとは変わったことはちょっとみんなも気づいてると思うんですけど、ピアスを開けたとかですね。そこにこれちょっとバラなんですけど、はい、やっぱ僕、まあ、なかなか外テニスの選手でピアス開けてる人は多分いるとは思うんですけど、あんまいない可能性もあるんですけど、あんまいないですよね。別にダメとも思わないんですけど、僕は学生の時に開けたいなと思ってたんですけど、まあ、部のルールとかで開けてはダメだったっていうのもあったりして、そういうのがいろいろ今大会が全日本選手権ではなくなってちょっと大会までのスパンが空くっていうので、今なら開けていいかなと思って自分で今まで頑張ったっていうご褒美で耳に穴を開けたんですけど、うん、痛かったですか。いや僕全然あんま痛みに多分弱くないんで、うん、全然一瞬で、あの病院投げたんですけど院長先生に 1,2,3 でパチンって当てられて、あって感じで、そんな音はうるさかったですけど痛みはほぼなくて全然平気でした。じゃあなんか抱負とか目標があれば。あ、まあ、もちろん1月からの始まる大会で優勝を目標にしてますし、うん、ただやっぱ来年のシーズンはアジア競技大会がどうしてもでかいのが待ち構えているので、うん、まずはそれの代表に選ばれるようにしなきゃですし、で、前のインドネシアのアジア競技大会では、まあ、船水上松で、まあ、今のペアでも選ばれてるんですけど、やっぱ団体戦で勝てなくて悔しい思いをして涙を流したっていうのがあるので、やっぱりそこへの4年前とか、まあ、5年前になるんですよ、4年前か5年前ぐらいの雪辱を晴らしたいっていうのが、やっぱ当時戦った時の気持ちはまだ今も残ってるので、はい、それだけまず代表にしっかり選ばれてそのアジア競技大会で金メダルを獲得するっていうのが来年のでっかい目標になります。はい、じゃあちょっといつもと変わった、せっかく地元編なんで、はい、まったりドライブインタビューやってみましたけど、はい、いやー岡山ではあんま遊ぶことないんで、はい、あれですけどまったりドライブでした。はい、はい、じゃあまたいろいろ企画やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、この後も安全運転でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。